これどうした俺どうしたこれすごい何これ何これ何これ。はいどうも皆さんこんにちは、翔平 TV です。うどんとみかんのお二人です。はい、はい、うどんとみかんです。はい、ごいざーす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 。はい、ここで少しご紹介します。松竹芸能所属のお笑い芸人うどんとみかんさんですね。左側の方がみかんくん、右側の方がうどんくんということで、若手お笑い芸人さんです。左側のみかんくんが実は僕と同じウーバーワールドがめちゃめちゃ好きで、プラス野球も好きという共通点があって、先日お話しする機会がありまして、そこでぜひコラボをしましょうという話になりまして、今回のコラボに至りました。ここで本物の芸人さんのツッコミをご覧ください。はい、3人コンビということで、3人コンビトリオじゃなかった、トリオね、3人コンビは2人までやから。はい、11さんと、そうですね、ちゃうね俺、11ダビッドソンじゃないから、違います、田村淳さんでございます。淳さんやるけども、いや桃のね、桃の神様やけど、やるけど桃の神様やけど、みかんでやらせてもらってます。はい、はい、埼玉に来てもらって、はい、そうですよ、ということでわざわざありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます、こちらこそありがとうございます、はい、いいブランド用意していただいて、ありがとうございます。風がやばいですけど、風はすごい、ちょっと寒さに負けて、確かに頑張りましょう、頑張りましょう、はい、はい、あの今日は早速ちょっと、はい、紹介したものがありまして。何ですか。最近プロ野球選手でめちゃめちゃ流行っているネックレスがあるんです。ネックレス、流行ってるネックレス、流行ってるネックレス、すごい、あの体幹が強くなる、パフォーマンスにが上がるネックレスがあるんですよ。ちょっと待ってください、ドラクエとかですね。なんでつけたらくんだ、装備したら筋力上がるみたいなレベルが、え、なんすかその夢のようなアイテム、知らないですか。初めて聞きましたよ。何ですか、それ。純一さん知らないですか。そうですね、じゃないんだ。俺何回すらあかんの、そうですね。まあまあやるね、そうです。まあまあやるんやね。まあまあやるんやね。髪型だけやから、ほんとに。タッチャンのリリースですね。いや、で僕らのネタやってましたけど。タッチャンリリースやってましたけど。おはずさん、概要欄に登録すぎます。ありがとうございます。紹介したいものが、これです、これです、これです。知ってます、これアクセルベルガードって言います。アクセルベルガード、アクセルブブーンつって、アクセフです。アクセル、違う、アクセルなわけない。変なふりしてもらって、ね、俺が下手くそだブブー言ってもらって普段やんないです、そういうキャラじゃないです。今日はそういうモードでいきます。無理させた、そういうモードでいきます。アクセフベルガードっていうネックレスがあるんですけど、これの体幹が強くなるやつで、こんな感じ。なんかすごいおしゃれな、おしゃれな、カラフルな感じ、このおしゃれな感じなんですよね。ほう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 、カラフル、めっちゃおしゃれやで。これをつけると、はい、体幹が強くなって、はい、例えばランニングとか、はい、野球とか、僕らの野球とか、うん、時にパフォーマンスが上がる。例えば打てるよ、ホームランが打てますとか、はい、ちょっと後押しになるみたいな。体幹って一番スポーツで大事ですもん、全部に。何でも大事です。そう、そのアイテムなんですけど、つけてほしいんですけど、はいはいはい、どちらかちょっと。いいですか。いや、全然話し合いせえへん。つけたくてつけたくてなって全然話し合いせえへん。つけなはれ、震えてた、震えてた、つけなはれ、はよ。で、こんな感じです。わー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 、これゴムなんですよ。あ、ほんまや、ビヨンビヨンって。そう、あ、ちょっとビューチェルっぽい、ビューチェルね、ちょっとビューチェル、建築関係、ダンダンダンって体幹強くなるんですけど、ちょっとテストをやってほしい。うどんさんやってもらうかな、うどんさん。はい。で、まず手をこういうふうに、はい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 、肩幅立ってもらって、これでちょっと、はい、待ってくださいね、はい、これで手をね、下に押すとぐらいが倒れちゃうんですよね。それをこのネックレスをつけるだけで倒れなくなる。え、そうですって、そんなことある。まずいきますよ、頼まない。はい、うわぁ、ね、ね、うわぁ、なりますよ、なりますよ、はいはいはい、普通になるよね、普通ぐらつきますよ、うん、そうね、これつけるだけ、はい、絶対そんな、いきますよ、はい、いきますよ、はい、嘘や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 ろ、嘘やろ、俺どうした、俺どうした、ほんまに、嘘や、じゃあ押させて、押させて、嘘や、ちょっと、ほんまに、なにこれ、あ、全然動かない、これ、全然動かない、なにこれ、嘘や、嘘や、嘘や、俺どうした、俺どうした、これどうなってんの、すげえ、これで、これなんでこれだけでこうなんの、どうした俺俺どうした、
怖いや。何これ。これじゃない、これじゃない。これは何や。変わってる。マジ。全然ちゃう紐出てきたやん。やば。魔法のリングや。え、すごすぎるやん。ということで、本日の動画以上になります。登録お願いします。だってだった。ちょっとまだよ。俺もさせてよ。頼む、僕もやらせてください。つけへんでしょ。まずこれで。なるよ。なるでしょ。なるなる。倒れちゃうん。はい。バリバリ強なってる感じ。全然ビクともせない。何これ。うわ、最強やんこれ。でもこれマジですごい。すごいわ。一瞬で体験できたもん。すげえ。マジすごいです。差し上げますよ。ええ。差し上げます。え。はい。感動して。逃げた。いやすごかった。すごいね。やばかった。これぜひとも。ランニングとかも使えるよね。ランニングされてますもんね。やってます、やってます。毎日2キロ走ってるんですか。10キロや。あ、10キロ。短い距離。距離短い。短。この前の期間中は100日連続で。うわ。はい。というわけで今回はこのアクセフベルガードをこの芸人さんのお二人につけてもらって体感をしてもらいました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。ごいさん、ごいさん、ごいさん。やったー！